年も最高の誕生日になったよ。ではでは、改めまして、ひーちゃん。ハッピーバースデー。みんな、今日は本当にありがとうね。今年も最高の誕生日になったよ。いいってことよ。じゃあ、そろそろ本日のメインイベントに行こうか。ポカ、あれ持ってきてくれ。はいよ。お誕生日限定超欲張りトッピング、名付けて幸せいっぱいパフェだよ。幸せいっぱいパフェ、すごい、チョコとアイスと生クリームがタワーになってる。イチゴなんてもうこれ何個あるのって感じだし。ひーちゃん、よだれ垂れてるよ。あはは、うん、垂れてません。でも待って、この尋常じゃないスイーツの量、カロリー計算すると、ひまり、今日くらいそういうの忘れてガツンといっちゃえよ。摂取した分のカロリー消費は私が一緒に走ってやるから。そうそう、我慢せずいっちゃえ。もう我慢せず行っちゃう。ひまり、写真撮るんじゃないの？あ、そっか。ランオー、ありがとう。ひまりちゃん、すっごくいい笑顔だよ。それじゃ、はい、チーズ。誕生日プレゼント用意したから、よかったら受け取って。いいんですか？うわー、なんだろう、すっごく楽しみ。というわけで、じゃじゃーん、これがひまりさんへのプレゼントです。すっごいおしゃれな服がたくさん。あれ、このロゴって、それ全部私のプライベートブランドの商品なんです。最初はどれか一つって話だったんだけど、トウコと話してたら盛り上がっちゃってさ。どうせならひまりさんに似合いそうな服、トータルコーデで渡そうってことになったんです。すごいすごい、帰ったら早速着て SNS に写真あげるね。楽しみにしてるね。